やっぱジムって引き締まった人ばっかだな。私みたいなデブは間違いだよね。なんかだんだん恥ずかしくなってきたわ。帰ろっかな。ねえちょっと。はい、すいません。あ、なんで謝んの？意味わかんないんだけど。すいません、私みたいなデブがジム来て場違いかなって思って。いや、そんなことなくね。ジムは綺麗な体型な人が来る場所じゃなくて、綺麗な体型になりたい人が来る場所なんだから、むしろ相性バッチリじゃね。ありがとうございます。でも自信が持てないというか、私太ってるからだらしないって思われそうだよ。だらしないとは限らなくね、仕事や育児が大変でストレスが溜めちゃうっていう場合もあるわけでしょ。それはストレスが溜まる環境にいるってだけで、あんたがだらしないかどうか関係なくね。なんだこいつ、めっちゃ口汚いけどなんか応援してくんだ。そもそもあんた太ってなくね。あんた身長は158cm です。体重は53kg。 やっぱ太ってなくね。 BMI22 が適正体重って言われてるから、あんたの身長の場合は 55kg。 でも 53kg の人はむしろ痩せてね。 BMI20 を超えてる人は病気にならないで、 BMI25 未満を目指せばいいことだし、もっと綺麗な体型になりたいって、あんたのその気持ちは大切にしてほしいけど、どんな体重では今の自分をもっと認めてあげてもいいんじゃね。そっか、今の自分もそんなに悪くないんですね。ありがとうございます。そういえば最初私に話しかけてましたよね。すいません、入っちゃって。なんか用でしょうか。ああ、頑張ってね。